またやってしまった。新NISA、資産運用に世間が沸く昨今、ご多分に漏れず僕も手を出しているわけだが、その中でも全世界の視線を釘付けにしているのが半導体。 X をはじめとする SNS でもその過熱っぷりは凄まじく、一生一生に NVIDIA なんて標語を掲げ皆で会を煽っていた。そんな熱に押されるように僕も米国の半導体の投資信託を購入。そして記録的な円安であったため為替リスクを回避しようなんて浅はかな考えで、国内の半導体産業の ETF も購入。盤石の体制が整ったと思った矢先、まさかの暴落。僕はつくづく投資に向いてない。少しは戻ってきたものの未だ含み損。そんな気分が落ちている時でも酒は飲みたい。ということで今回は少しでも出費を抑えるためにこちら、乾燥わかめを使っておつまみを作って飲んでいこうと思う。乾燥わかめは水に入れるだけで10倍ほどに膨れ上がる。少ない量で腹を満たせるのはありがたい。まずはもやしとわかめのポン酢あえを作る。乾燥わかめ大さじ1、13.1 円分を軽く手で砕きながら水の中に入れて戻す。するとみるみる膨らんでいく。僕の握っている株もこんなにみるみる膨らんだらいいのになんていう妄想はさておき、たった5分ちょっとでこの通り。そうしたらザルで水を切り、大きめなものは手で軽くちぎる。最後は手でしっかり水分を切ってボウルに入れる。そしてもやし1袋28円分を600ワットオレンジで2分半加熱。ザルに開けて水気を切ったら、もやしと合流。そしてそこにちょっといいポン酢大さじ1、31.6 円分、ごま油小さじ1、8.6 円分、鶏ガラスープの素小さじ3分の1、2.5 円分を入れてよく混ぜて完成。合計 72.7 円でかなりの分量ができる。お皿に盛り付けてといただきます。うん、うまい。中華風の味付けに柚子の酸味が効いて最高だ。このままでもうまいが、冷蔵庫で冷やすと味も染みてより美味しいのでおすすめ。そしてさらに酒を加速するためにラー油なんかを入れたらもう最強。もやしとわかめという激安食材でお酒進みまくり。ちなみに包丁もまな板も使わない、貧乏暇なし。今回は安いだけじゃなく手間や洗い物を極限まで少なくするために、包丁、まな板も使わないレシピのみで作っていく。ふぅ、うまかった。そして続いて作っていくのがこちらのわかめにキムチを足した一品。このキムチの中でいつも余ってしまうキムチの汁を使ってわかめのキムチ和えを作っていくのだ。まずはキムチの汁を抽出する。そのために使うスプーンをまずはアルコール除菌。変な菌がキムチの中に入ってしまって発酵しても良くなさそうなので、しっかりと除菌をしてから使っていく。そしてキムチの汁をできるだけ絞り取る。ちなみに普段捨てることもあるので費用は0円とする。そしてここに乾燥わかめ大さじ1、13.1 円分を手で砕きながら入れる。そう、キムチの汁でわかめを戻すことでキムチ味のわかめを生成し、最強のキムチ和えを作っていくのだと考えていたのだが、先ほど5分少々で綺麗に戻ったわかめが10分待とうと15分待とうと全然膨らまない。なぜだ。理由がわかる方がいたらぜひ教えてください。おとなしく水で戻す。行き当たりばったりで調理しているとこんなことも起こるもんだ。水ですんなり戻ったわかめの水を切り、キムチの汁に投入。そしてキムチを 30g、 36.2 円分、レタスを 30g、 9円分を手でちぎって入れる。そしてごま油小さじ2、 17.3 円分、ごま小さじ1、 2.4 円分を入れて混ぜる。塩味が少し足りなかったので醤油を小さじ半分、 0.4 円分を入れて和えて完成。合計 78.4 円分のわかめのキムチ和えの完成。そしてビールも準備。2本目からは第3のビール。去年あった酒税率の改正でビールが安くなり、第3のビールの価格が高くなったのだが、やはり第3のビールの価格の方が40円ほど安いので、まあ誤差といえば誤差だが、こちらを飲んでしまう。
やーうまいね。わかめとレタスにしっかりとキムチの味とごま油がなじみ、めちゃめちゃうまい。そしてそれぞれの食感も楽しいな。そこにビールを飲むと、いや最高だ。やっぱりビールには辛いものがめちゃめちゃ合うからな。うん、キムチ味のシャキシャキレタスにわかめの磯の風味、最高に合う。しかも1回 78.4 円で3杯分ほどの分量が作れるから1盛りあたり26円、こりゃリピ確定だな。そして続いてわかめと豆腐のふわふわ焼きを作る。これも超簡単なのにめちゃめちゃうまい。わかめ大さじ1、 13.1 円分を袋に入れて麺棒で潰し叩く。ある程度砕けたら袋に穴が開いてしまっているので別の袋に入れて、ここに木綿豆腐 400g、 78円分を入れて、手で砕く。わかめも安いが豆腐も安いので家計にはありがたい。この豆腐の水分を使って乾燥わかめを戻すってわけだ。水で戻すより栄養もしっかりと取れて一石二鳥。15分ほどでわかめがしっかりと戻った。ここにネギ一つかみ5円分、片栗粉大さじ2、 12.1 円分、鶏ガラスープの素大さじ半分、 23.7 円分、塩コショウ少々、 1g 0.8 円分を入れて袋を揉んでなじませる。これで生地の完成。フライパンにサラダ油大さじ1、 4.1 円分を引いて火にかける。袋の端を切ってフライパンに絞る。形を整えながら焼いて、良きところで裏返す。おお、いい焼き目、めちゃめちゃうまそうだ。両面焼けたら完成。いや、これはビールに合わないわけないでしょう。そのまま食べてもうまいんだが、タレも作る。醤油小さじ半分、 0.9 円分、酢小さじ半分、 1.5 円分を混ぜたタレにつけて、いただきます。うまい。表面がサクッと中がトロッとしたサクトロ食感、もちろんビールも最高に合う。というか合わないわけないよな。タレまで含めて 139.2 円、先ほどの分量で合計10枚焼けたので1枚あたり約14円。いや、コスパ高すぎるな。これだけ安くうまいものが食べられるなんて最高だ。最後はご飯物でお腹を満たす。お釜にお米2合、147円分を入れて、塩小さじ1、 2.4 円分、みりん大さじ1、 4.5 円分、酒大さじ1、 4円分、そして水を2合の目盛りまで入れて軽く混ぜる。混ぜているところで忘れていた、味の素を5振り、 1.6 円分を入れて再び混ぜたら炊飯開始。ご飯を炊いている間にわかめを戻す。そう、わかめは後で混ぜ込むのだ。乾燥わかめを大盛り大さじ1、 5g、 21.8 円分を袋の中に入れて麺棒で押しつぶして粉々にする。粉々にしたわかめを器に入れて水で戻す。先ほどと同じく粉々にしてから水で戻すことで後で包丁で刻む手間をなくすってわけだ。ただ実際に戻してザルで水を切ってみると結構大きめなものもあるな。まあ仕方ない。気になるものだけ手でちぎる。ご飯が炊けたらわかめを入れて混ぜ込んでいく。おお、いい感じ。2合で 181.3 円、1杯 36.3 円だ。器に盛って
いただきます。うん、うまいな。小学生の時に給食で食べていたわかめご飯そのもの。後入れのわかめの味もしっかりしていて、不揃いで大きめなわかめもその食感を感じられていいな。そしてここでもビールを。子供の時に食べていたわかめご飯とビールを合わせる。ちょっとした背徳感。わかめの風味が割としっかりめにあるので、ビールに合わせてもいいな。いやー、激安食材のわかめ、どれもわかめの風味が生かされていて最高だったな。投資の方はというと、まだまだ含み損だし、まあ余剰資金で細々とやっていきます。目指せ送り人。それでは。